縄といえばですよ、うん、食べ物が美味しいですよ。ソーキそばとか、うん、あとはラフテー、あ豚がね、お菓子も充実してて、チンスコもありますしね、あのサーターアンダギーとかドーナツね、うんうん、じゃあ、はい、なりきって、はい、その食べ物になりきってちょっとお話ししてみたらいいんじゃないですか。あ、いいねあのテレビの前の皆さんに一言言っておきたいんですけど、ここから多分グダグダタイムになると思います。何役やりますか。ねサーターアンダギー、お菓子お菓子、うん、チンスコさん、うん、okay. チンスコさんとサーターアンダギーさん、わかった。いや久しぶりーサーター、おい久しぶりなんだよチンスコ。ちょっと待って出ていいじゃないですか、さやかさんのキャラクターでなんで顎出して出てた今本当に、うん、全然気づいてなかった。でかいか、久しぶりサーター。久しぶりだねチンスコあのどこの力士の方ですか。おい、まあいいか、まあいいか。私カサカサしちゃって、なんか食べてもらった人に喉乾くって言われるんだよね。潤いが足りないのかい。ギトギトだよ俺な。本当だよね。何の化粧品使ってるの。なんも油さ。あ、そっか油か。そっか。意外と沖縄のそのお菓子とか食べ物とかで盛り上がるっていうね。北海道と全然違いますからね沖縄の魅力伝わればいいな映画いきますか。はい、方向性が変わってきたガッチャンコ HBC。オッケー。そもそもあれですか、映画のあれって私たちの口から言わないとあれですか、これとかってやっちゃダメですか。これでも大丈夫ですね。あ、それやってみます、うん、じゃあなんか歌いましょうか、うん、せっかくだからね、うんうんうん、何歌います。島歌はいいんじゃないですか。サーターアンダギーの歌ってないよね。しまうたよ風に乗り、鳥と共に海を渡れ。お化けになっちゃう。なんで痛い痛い痛いお前4回目やらせて俺が悪かった。